ってるこのポケモン。ドンベルでしょ。うん、いくよ。すげー、すごない？実はドンベルに進化変身したメタモンでした。そういうこと？そう。すごない？すごい、すごい、すごいね。というわけで今日三重に到着しました。湯の山疎水居さんに、お邪魔しております。イエーイ。いろいろちょっとお部屋見ます。そうですね、他のお部屋もちょっと見ていただこうかな。ちょっと見てみましょう。部屋見学行きましょう。はい、すごい。本当に石だし、これどうやって持ってったの。お部屋ができるより先にしようね、入れないと。そういうこと。なんかパワーもらえそう。模写、模写だね。だからさ、さっき言った通りさ、古き良きものとさ、現代ですごいこうマッチングしてない。じゃあ次の部屋行きましょう。じゃあ次に一番奥の、はい、ここ、はい、あー、いやーいいね、木だ。木感すごくない？うわ気持ちいい。あ、いい匂い。ねえ、めっちゃ素敵なんだが。超素敵じゃない？え、最高なのですが、ね、やばすぎるだろ。やばすぎるだろ。ちょっとめっちゃ素敵だね。もう自由に入ってくださいってことでしょ。ちょっとやばすぎるよこれ。うわー綺麗だな。これ、これお城みたいだよね。うわー、うわー、なんか不思議。石に囲まれてる感じ。隠し部屋えっすねー。すごい、見てよ、石だよ、石。机も石。また空気全然違うね。いや、いいじゃん。ここはもう裸であれできるじゃん、さっき言ったやつ。うん、いい、俺ね、ここの露天風呂が一番好きかもしれない。最高だよ。俺も絶対来るわ。家族連れてきたくなったの、母とね、妹をね。素敵、ありがとうございます。自動運転の車があるらしいよ。だから全然歩かなくて大丈夫っていう。あ、うん、これ。おお。わあ。ディズニーみたいになってる俺。アトラクションだねこれ。すごい。すごない？すご。じゃあ我々の部屋行く？はい。行きましょう。すごい。鉄の景色。顔認証ができるみたいなので。はい、ありがとうございます。はい、では登録完了いたしました。ありがとうございます。すいません。失礼します。わ、また全然違う空気が。うわぁ、これでも好きなこの匂い。さあ、どうでしょう、どうでしょうと。いいじゃん。仕事できるじゃん、後で。めっちゃいいじゃん、ここの絵めっちゃいいよ。いい感じ、この絵いい。じゃあ行きます。ついに僕の一番これ。おー、うわーうわ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 。あともううちの金沢さん大好きな川。あ、はいはい、やってる。強くね？めちゃめちゃいいですね。今日ちょっと明日のね、鈴鹿でのライブまで告
ちらでねゆっくりさせていただくということで、でこの後まだあのいろんなねアクアイグニスの中でいろんなものがあるので、そこもちょっと浦島さんに紹介していただきながら楽しみたいと思うんですが、まずここでチェックインだ。はい、ありがとうございます。お願いします。あとこのアミューズメントの場所までというか、ご飯食べたりとかそういうところの場所まで送迎してくださるということも普通ないからね。うわぁ、ほっほっほっほ、いや、おしゃれだな。ここかな、おいしそう、おいしそう、これ素敵だね。なにこれ、なにかき氷ですか。これは白桃とプラムを。うわぁ白桃とプラムですって。中にアイスクリームが。え、これは練乳の泡ですね。練乳の泡、結構冗談で、めちゃめちゃ美味しい。噛むという行為はないです。レベルが違う。赤いのはプラムのソースなんですけど、桃はもう 100% その非加熱っていうフレッシュな桃を絞ったやつを。美味しい。桃と桃押しです。これもしや炭酸ですか。炭酸なんです。これ飲みたい。リンゴとプラムとまた違う食感が。もうマジサイアンドコーポレーション。これ本当におすすめ。甘いのがそんなに得意じゃない男性とか圧倒的に好きだと思う。これはもう甘夏でみかん漬け。みかんですね。でちょっと苦味があって酸味が強い、はい、濃いんですよ。苦味もすごい出るんだけど、中に深い甘みがあって酸っぱさもちゃんとあるし、食べてる感じに近い。本当に濃いです。こちらは先ほど飲んでいただいた甘夏ですね。これね、はい、この皮で作った甘夏のパウンドケーキです。すごっ。あ、この外側が砂糖でちょっと硬くなってるけども、はい、中をすごい柔らかい。いただきます。これが多分みんなが思ってるよりも苦味とか酸味とか強いんだけど、うん、これはとても甘く食べやすく、食べやすく、うん、めちゃめちゃ美味しいよ。これが三重県産のレモンですね。レモンを練り込んで焼き上げたケーキ。いただきます。これもまた違った味だ。和菓子を食べてるような甘さに近くて、最初のこのノアとレモンが来る。ちゃんと美味しい。うわ、幸せ。俺今日ご飯抜いてきてよかった。とっても美味しかったです。ありがとうございます。さん、賛否両論さんで今日ご飯いただきますと。皆さんありがとうございましたね。じゃあ行きましょう。ロアン温かみってお店と同じ入り口なんだけど、僕らは今回カサーンさん、賛否両論さんに行きます。こんにちは。こんにちは。岸洋介と申します。お願いします。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや嬉しいね。ありがたいね。ありがとうございます。うわー、おもてなし御膳。おお、いただきます。いただきます。いただきます。あ、おいしい。いただきます。うわー、ありがとうございます。うわー、ハサンさんの唐揚げです。うん、いいよ。いきます。うわぁ、いい音。麺にやらしい味付けをしてない、うん、レモンと鶏と、うん、揚げ粉本来の味を楽しめる感じ。とっても美味しい。視聴者さんはさ、口内などでどうしてる？教えて。どこ、それを誰と言うんだって。凌介の LINE 貼っとけばいい。やめて。とても美味しかったですね。いや、美味しかったです。本当にカサーン、賛否両論さん、僕は楽しみでございますっていうね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。これから片岡温泉に入らせてもらって、その後奥にあるルフローに行きます。ミネラルミスト浴。片岡温泉、高っ、すごい。これが、ミネラルミスト浴の時の館内着。じゃあこれに着替えてきますので、そこまで時飛ばし。はい、寝ました。ありがとうございます。めちゃめちゃ気持ちよかったです。なんかすぐ暖くなりますね、温泉。そうなんですよ。はいはいはい。お、これだ。
ック風呂予約中となっております。一瞬ですけど、あ、来てください、来てください。あ、真っ白真っ白。あ、見えますか。あ、でも今映りそう。あ、でも今うっすら影が映ってますよ。好きなアーティストいますか。私、バンプオブチキンが好きです。バンプ、バンプ始めますよ。はい。見えないものは見よう。すごいよ、これ分かるのかな。見た方が分かりますね、生でね、きっとね。分かります、分かります。すげえ、気持ちいい。あの、整いますね、これも。はい、3回終わりました。ルフロ、これおすすめ。これはやばい、ぜひ経験してみてください。本当にありがとうございました。とってもとってもいい時間でした。ルフロ、皆さんぜひ体験してみてください。じゃあこの後は多分お部屋に戻っている岸くんに。ドン、部屋に戻ってきました、岸です。ちょっと待って待ってもう。ダメじゃないよ、本当に。なんで俺キャンピングカーなんか寝てんだよ。寝れなかった。寝れなかったよ。言ったじゃん、だから雪すごい、大丈夫って。寝るとすごいよって。マジで俺が彼女だったら3日で首絞める。おはようございます、チェックアウトです。おはようございます、ありがとうございました。最高でございました。よかったです、ありがとうございます。ゆっくりお過ごしいただけましたか。はい、さっきの雪以外は本当に本当に本当にもう。じゃあ、岸ゆうすけと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ、かっちょいいコーディネートしていただきたいと思います。お願いします。はい、お願いいたします。紫と着てらんない。そうな、紫と着てみる。バックナンバーのジーンズ履いてみたいと思った。あ、本当ですか。はい、色どうします。色はさ、トップスは何色でも多分デニム色だと思っては来れるので。うん、これだと思うな。あ、可愛いね。これできます。はい、かしこまりました。そのままで。OK。はい、出てても全然今のテイストと合ってますので。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これで、はい、今日頑張らせていただくので、お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ってください。になりましたので、ライブをやらせていただきたいと思います。改めまして、東京から来ました、今全国47都道府県をキャンピングカーで回って歌っております、シンガーソングライターの岸陽介と申します。どうぞよろしくお願いします。楽しんでいってね。
からないけれど街を歩く僕の頭は散らかっている。だってさ空はこんなに晴れてるのにポツポツと雨が降り出すんだ。それが俗に言うお天気雨ということくらい、いくらバカな僕でさえわかってる、わかるよ。だけどさ梅雨明けのこの東京に似合うはずもないんだよな。なんかむしゃくしゃするな。思い出したくもないのに君の丸い丸い親指とかなんてことない言葉が愛しさのままに僕を責める。いつも笑って時に甘えて君の悪いとこも受け止めて、そんな人と出会えていますよ。だけど未熟で君を傷つけた僕は一人、ため息混じりの路地で気づいたんだ今日は君の誕生日。ありがとうございました。おかげさまでマネキンが着用している商品以外すべて店舗の方も T シャツ商品販売しました。すげえ、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。あのですね、これ陽介の着てる T シャツ全部完売しました。は？本当に言ってんの？これ、うん、なんと完売したみたいです。ありがとうございます。イエーイ、よかった。よかった、よかった。お疲れ様です。みんな毎回これやってこ。そうだ、ありがとうね。